ゴジータだ。どうも、クレアです。今回は連射編成についてです。皆さんは、武器の種類が多く、編成、に困ったことはありませんか？もちろん、自分の好きな武器を装備しているだけ。いや、これ強いから使ってる、という方もいるでしょう。しかし、連射をするとなると、編成が大事になってきます。固定モーションが入っていると、連射すらできません。かといって適当に組み合わせても、切り替える時にモーションが入ってしまうかもしれません。なので今回は、場所や敵の数に合わせた、連写し編成、を紹介します。まずはこれです。すべてモーションがある武器ですが、ある特徴があります。それは、この武器の後に撃った武器は、モーションが消える、という特徴です。レーザーサイクラーと、モータリウムライフルはそれぞれ、この武器を撃った後は、モーションが入らない、この武器を撃つ前に、モーションがある武器を撃っても、モーションが入らない、です。これを活かし、サイクラー、リフレクター、モータリウム、の順で撃つと、モーションをなくして3連射ができます。続いてこちらです。これは、狙撃野郎がモーションを消せる武器なので、狙撃、雷鳴、アイスキング、の順に撃てば3連射ができます。狙撃野郎は、レートが速いので、素早い連射ができるようになります。なので、プールのデスマッチなどの、人が多く狭いステージだと、活躍します。最後にこの編成です。この編成の利点は、スナイパーの容量が多く、リロード時間を節約できることと、特殊がリロードがないので、雷鳴やスナイパーが弾切れになっても、前線を維持できることです。また、ヘビースナイパーは、レートもそこそこ速いので、素早い連射もできます。いかがだったでしょうか。これ以外にも連射編成はありますし、自分に合った武器の組み合わせの方が、たくさんキルできたりするかもしれません。でも、少しだけ連射編成をしてみましょう。見ている世界が変わるかもしれません。